また異物を並べて何をしているんです？今のは？うん、彼らの手入れをしていたんだ。磨きすぎじゃない？自分の世話はしないのに。だがどれだけ尽くしても彼らは答えてくれぬ。声が聞こえるんじゃなかったの？そうだ。しかしそれだけだ。未だ対話は成し得ていない。彼らは何て言ってるの？本当にあんなに磨かれたかったの？確かに私はその魅力に取りつかれ、一方的にめでるばかりだったやもしれぬ。今一度彼らと真摯に向き合わなくては。よくも飽きないものですね。でもこうやって並べてみるのも面白いね。これとこれは衣装が似てるし、同じ年代に作られたのかも。鋭いな。私も彼らは仲睦まじい関係であると踏んでいた。私にはさっぱりだ。これは以前にはなかったシミが。ついに我が声に応えてくれたのか。うん、粘性があり、その方向は独特。ああ、触れる。ダメじゃない、そんなところにうんちしちゃ。ふる、もう貴重なものなんだよ。ティオハリネ、手を洗いに行きましょう。お宝、なんと甘美な響きか。そうですか。